笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでイタレとか。いや違いますよ、ホワイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あやっさや、あー分かった、どうぞドキドキよ、せーのドレ。なに今のみんなあったね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ、隣に美女が座って大興奮スペシャル。ふぅー、なるとらーということで、今日も始まりましたフリムーンラジオです。7月の10あ、ごめんなさい、7月10日ですね。イエス、水曜日、今月2回目のフリムーンラジオです。はい、お相手はなるとらです。イエーイ、初っ端から二度神。まあ、いつもの調子でいきたいと思います。はい、はい、アイホワイティニシャラです。チュース。イエーイ。はい、ミキサーのエコザイルです。よし、そして美女、はじめまして、星子です。よろしくお願いします。で、モーミーというハゲチブルは、はい、何でしょう、今日はどうしたのかな。ブラックでね、ちょっと役員会という名の飲み会してました。はい、画像添付で、まあ、画像添付で、いつも通りの、いつも通りの、はい、で、イケペさんですよ、ミンタマは、うん、はい、今日あのジブリバカ、うん、今日7時から RBC で、うんうん、風の谷の直しかやってるじゃないですか。やってますね。あれを見るために休みということです。今頃多分号泣してると思います。はい、この時間帯もうそろそろ終わるんで、ね、うん、終わる、そろそろ終わるんですよ。2時間半枠だった。そう、2時間半枠、もうこの辺泣いてると思います。で、そういうわけで、うん、来週ね、その分溜まったやつで、はい、あとで言いましょうね、うん、罰ゲームさせましょうね。イケペンにね、もうぶっこみメールをたくさんね、ぶっこみメールを本当にイケペオンリーで送ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、たっぷりどぎついのお願いします。はい、まあ、県外の方にはねよくわからないと思うんですけれども、ジブリがね沖縄でゴールで流れるってなかなかないことなので、わからなくはないんですけれども、すいませんが、うん、罰ゲームよろしくお願いします。よろしくです。はい、はい、ということで、進めましょう。オープニングトークですけど、はい、今日はホワティさん、ワテクシーございます。はい、言っていいですか。はい、まあ、今日はテーマ CD じゃないですか。うん、はい、まあ、うちも音楽 CD たくさんあるんですけど、はい、たまりすぎてですね、あら、すべてのこのプラスチックのカバーあるじゃん。あ、ケースありますね。はい、あれを全部取っ払っちゃおうと。どういうことですか。もう全部取っ払って、歌詞カードみたいなやつと CD だけにしようと。まあ、確かにスリムにはなるかもしれませんけども、で、まあすごいシュッとなったんですよ。シュッとなったんだけど、どこに何があるかが分からなくなるじゃないですか。はい、ここでひらめきましたよ。はい、第5式収納。第5式収納。謎でしょ。謎ですよね。謎でしょ。卵かけご飯って TKG っていうでしょ。はい、まあその形式で、まあCD のケースあるじゃないですか。その大吾さんですね。うん、はい、CD のウィッシュの大吾さんな。はい、で、CD のケースあるじゃないですか。こうパタ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 って、はいはい、まあそれにどんどん入れていって、まあ要は仕分けをしたわけですよ。まあ、すごい好きなアーティストはまあ一冊すぐいっぱいになるんだけど、はい、まあ例えばまあどこそこのアーティストになると。どこそこのアーティスト、もうなんかいろんな雑多なアーティストが入ってるわけですよ。はいはいはい、だからもう自分だけ分かりゃいいと。はいはい、とこで G、M、はい、GMG、これなんとガイタレのメンズのグループ。まあここに私はボーイズ2メンズ、ガイタレっていう、ガイタレズですよ。で、まあ、JWS、はい、これはジャパニーズ ウォーマン
あ、なんだっけ、ソロアーティストシンガーソングライターでもいいです、横でかなりツボってる美女の方がいらっしゃる、はい、これを、ね、これをもうちまちまやったわけですよ、うん、でまあ家族の DVD はファミリーってしたんですでまあ散々いっぱいつけたのに、はい、これなんだろうっていうのがちょいちょいやったあの普通にひらがなで書いた方が良かったね。そうそう、普通に字でね。ガイタレ女とかね。そうそう、普通にそうそう、ガイタレ女。ガイタレ女。普通にあの文字にした方が良かったね。グループとか、ね。第五式やるよ。それでもなく女って。そうそうそう。何だったっけっつったら、お母さんブツブツ言ってたよって。うん、おう。でもだいぶシュッとはなったな。本当に、ね、あのケースが良かった。ちなみに。はい、まあ、ポニーテルリボンズは沖縄の欄に入ってます沖縄は沖縄のアーティストも、おー、なるほど、ね、先島ミーティングはもう全部そう、はいはいはい、それがだんだんど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 ん幅が増えていってなるほどそう、やばいですまあそんな感じでうちは CD を捨てられないのでき綺麗にあの収納しましたなるほど、はい、でもやっぱり謎のラベルがありますあ、なるほどね、今も3文字ね、あるんです、よくあるんです、はい、片付けすぎて謎になるって、ね、あ、やりすぎたなみたいな、ありますね、うん、で、この前なんかあの R なんか M、はい、S って R なんだ、 R、M、S って言ったら、開くと、神田邦弘さんの CD が入ってました CD 出してらっしゃるんですね、ラジオのメンズ、メン、ソロうん、クニフィーはあの、うん、歌出されてるんですか、出してるという、うん、なんかのあ、そうなんですね、多分サガロさんが焼いた2曲だけ出して、サガロさんが焼いたやつ、あ、配信専門で出してて、うん、それを焼いたやつ、歌ってるわけでもなく、いや、うん、歌ってるんですよ、あ、言ってる、すごい、一回なんかあの JTA の機内音楽に採用されたりとか、すごいらしいんだけど、まあその1曲、うん、2曲で、もう、はい、あとは鳴かず飛ばず で、お出かけ放送の時に500円で買って、で俺も買った、うん、どこに行ったかわからん、いや、だからちゃんとほら、あの R、うん、M、S でちゃんとラベルしとかないと、ラジオの目メンソロって余計わからんわ、ラジオ誰かいるんですか、うん、クニフィーさん以外に、ごめん、余計わからんくなろう、いや、いつかあれだよ、リンタラさんのパーティー中毒が、 あれもあの廃盤になってます廃盤になって、あの RBC にあったはずの1枚もないらしいです、うん、いや、ブックオフとかでもあるみたいな、あ、じゃあ探してみます、メルカリですごい値段だって言ってたと高いってことですか、そうそうそう、すごい、プレミアついて、そうそう、すごいすごい、でもブックオフだと100円で売ってたとか情報じゃあ俺ブックオフ行こう、うん、高いのは買わない、あの永田近いからブックオフ、わかんないね、ミューシャ聞いてる人はもしかして、あ、価値上がってんじゃないとか、ブックオフの人はちょっと値段上げてるかもしれない、上げるかもしれないですね、そうですね、あの狩俣凛太郎の行ってから、あれこれ100円だったよって言うよ、うん、パーティー中毒っつって、はい、パーティー中毒、まあまあそんな感じで、ね、皆さん CD 大事にしようね、はい、そんなお話でした、はいはい、さあということで、はい、先ほどの、オープニングトークでも話が出てきましたけれども、はい、さあそれでは今週のテーマいってみましょう、いっちゃいますか、はい、今週のテーマは CD ということで CD です、 CD です、まあ、あの今音楽で言ったけど、まあ、データとか、そうですね、うっかり消しちゃったよみたいなってこともあるかもしれません、ね、あの音楽に関わらずね、そう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 、 CD とか、まあ、ゲームも、うん、あの CD で出ていた時もありますし、うん、そうなのよ、はい、あ、懐かしいねゼルダの伝説とかあったねなんかそういうのも含めて、ね、いろいろといただければと思いますので、そうです、お待ちしてます、はい、CD です、はいはい、そしてですね、今日ハイバル姉さん休みなんでしょうか、休みですね、あ、休みで、じゃあ、はい、あの若い男見つけたって、またあら、おー、はい、どっか外国行っちゃったかもね、旅行ね、はい、こんなね、うん、すぐにね、急に休まれてしまうと、あのアメク姉さんも呼びに行けないんですからね、もうセメントを溶かさないといけませんから、アメクややめのきなさい、もう少し寝かしてアメクは、ミキサーさん2台分俺言われてモルタル仕込んだんだけど多分出てこれないと思う、はい、うん、かなりね沈められたね、はい、いつ出てくるかは分かりませんけれども、ただいま熟成中でございます、はい、はいはい、そして40分頃からは名古屋支部からの生中継となっています、メールアドレスは moon@fmginowan.com、
moon@fmginowan.com。 また、この番組は、ユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あと、ツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は、中川名木、創業70年中村製菓、民謡居酒屋やってもおれ、Rサプライ、トリプルエイト、名古屋ライブハウスコタン、フリムファミリーの提供でお送りします。はい、では CM いきましょう。はい。もみの声が聞きたくて FM 797聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さんゆたしく聞いてください。フリムラジオ。はい、いいですか、ちょっとツイキャスなんかに虚偽報告が来ております。いろいろと来ておりますので読んでいきましょうか。はい、シュプリームシュプリームさん、こんばんは、ディーンタピオカです。あら、星子さんが、いつもありがとうございます。星子さんがってこれも虚偽ですよね。知ってるでしょ。あらって何、知ってたでしょって。これムシコさんって言ってますよね。そうですね、これはわざとだな。そうですね、私が虫の話ばっかりするからですよね、すいません。ちょっと気を引こうとしてさ、言ってるね、ちょっとこっちで変換したんだけどやっぱり虫にしか見えない。そうですね、ね、あとひふみあざから、はいはい、うん、あ、星子だ、やばいやつが振り物に来たって言ってるけど、あのやばいのひふみあざです。僕らもやばいですけど、それに輪をかけてやばいかもしれません、ね、あのおじさんね、はい、あ、来週のイケベの、あの罰ゲーム、あ、進撃のめいちゃん、来週のゆきぺいさんの罰ゲームはジブリのモノマネはどうでしょう。うん、あ、いいかもしれないね。いいね。でジブリにどっぷり使ってるでしょ今。使ってるけど、うん、それ以上のものも期待してます。あのぶっこみメールでお願いします。当日よろしくお願いします。本当だね。はい、いいの温めといてね。はい。はい。みさんまたもう一ついただいてるんですけども。めいちゃん募集してますよ、うん、罰ゲーム。そうだ、はい。あのどぎついのお願いします。はい、あ、ひふみね、これね。はい、ひふみホワイティ CD に。CD の片付けはデジタル化にすればいいじゃん。それがしないところが CD の良さなんですよ。そう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 、もうだってコンパクトディスクだもんね。そうだよ、もうコンパクトになってるんだから。いいのはそれ以上しなくて。もともとそうだよ、コンパクトごっくんちょだぞ。あ、だぞ、秘宝ですね、サウロお兄さん、はい、今日さ、セリが顔面に体当たりしてキュッて。あ、大丈夫かな、セリ。悲しいお知らせですね。セリさんもご愁傷様ですね。本当です。サウロお兄さんじゃないよ、セミがかわいそう、セミが。セミ。セミを。1週間しかないのに。生きられないんだよ。ね、うん、一瞬一瞬が大事なのに。よりによってなんでサウロお兄さんにぶつかるの。しかも顔面だよ。いや、これ痛そう。ね、まあね、サウロさん貴重な体験をしますね。秘宝なんでしょうか、良かったんでしょうか、よくわかりません。あと埼玉の NK 俊さん、はい、アメフ姉さん、はい、パルコの柱になってるってさ、うん、埋められちゃってるから、なんかもう動かそうとしたらパルコが崩れるということですかね。大丈夫大丈夫。さすがにそれはね、はい、どうすんのパルコの
あのちゃんとアジャ川の川の底に沈んでますので、そこはご安心ください。あのパルコのね、今もしかしたらパルコまだ向かってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、怖いね、はい、人を柱の中に入れるって今ねあるんだね昔の橋作ってるみたいな、昔のね、人柱ってね、そう、人柱ね、人柱、アメク柱がねパルコにある、あパルコなのにアメク柱、近代的な場所に浦添なのにね、あれアメクの、うん、方の、うん、な何かの建物の中じゃなかったっけ、アメク柱って確か、うん、あーなんかね、そうね、なんかね、柱からちょっと髪の毛のようなものが出てくるから、そう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 、ちょっと皆さんお気をつけください、ね、ちょっと黒光りしたね、髪の毛で、あの扉がついてて出入りできるらしいよだから自由にいやダメでしょ、もう埋めといてよ、じゃあそれじゃ人柱になってないじゃないですか、埋めといてよ、ね、はいはい、じゃあメール来てますよ、はい、今日のテーマ CD です、はい、CD ですね、はい、はい、フリムメンバーの皆さん、星子さん、今宵もお聞きの皆さん、こんばんむーん、こんばんむーん、初めて買った CD はスマップの頑張りましょうだった、ソラシドですって、はい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 、ね、お、CD といえば、うん、二度と聞きたくない CD があるんです、こう見えてこじゃれたクリニックで出産した私、うん、退院の時に産声を録音した CD をプレゼントされたのですが、帰宅して聞いたらこっぱずかしいのなんの、5分間の間のラスト10秒が産声で、それ以外は永遠と私のうなり声という地獄のリサイチ、それはそうでしょう、捨てるに捨てられず困っていますすごい、いやいや、これきついね、これきついな、割とじゃあ、 あの生まれる瞬間だけじゃなくて結構前から録音されてたんですね、それを多分編集してやる、いやだって生まれる直前って超痛いんだよ、うーってなる、うー、痛そうです、でも捨てれないよねこれ、確かにね、記念だしね捨てるに、本当に捨てるに捨てれない、これ辛いね本当ね、いつかねちょっと編集してください10秒ぐらいにソラシドだったらできるよ、あんなすごいかっこいいステッカー作れるからね、本当そうですよ、一応、CD できますよ、原本さえ捨てればですそうそうそう、あの一回ね取り込むやつがあるわけ、はい、というか、うん、あの普通に、うん、iTunes でも取り込めるわけ、あー、iTunes で取り込んだ後に原盤破棄して、はい、あの CD 焼くときに編集をかけるんですよ、うんね、もうぜひ、はい、あのソラシドのうなり声、あのディスク1産声ディスク2としてぜひ取っといてほしいです ね、今ソラとシドが2人に、ね、いるんですよ、ね、ディスク1、ディスク2で、送ってもらえれば編集します、ソラシドさんお待ちしてます、声本当に送ってきつい、いやなんか直接来るよ、持って待って、うん、いつか来るような気がする、はい、来てますよ、こんばんは、フリムメンバーの皆さん、ゲストの星子さん、リスナーの皆さん、兵庫のみーさんです、ありがとうございます、沖縄に行きたくて行きたくてしょうがないです、うん、はい、今日のテーマ CD ですが、今のヒット曲とかも良いですが、うん、沖縄の民謡をもっと知りたいので、はいはいはい、勉強のためにいっぱい CD が欲しいです、どうです、めっちゃ真面目なこと言うてますでしょ、うん、通販もあるけど、うん、今度沖縄行った時に買おうと、ではまたメール出しますね、皆さんまたやって、ありがとうございます、どこがいいかな、じゃあ買うんだったら、この、ここいいよっていうところ、ほら自分ちょっと買わないでね、うん、ちょっとね借りてね、うん、全部ダビングしました、はい、そうなんだ、いや宮古民謡ね自分ね、ああそっか、だからね、そりゃそうだよ、そう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 、沖縄のじゃあ全部置いてるぜっていうショップってあれ、ね、うん、直接行った方が早いのかな、うんうん、どこかな、おすすめはキャンパスレコード、うん、はいはい、のされてる、ああなるほど、諸見里の、うん、沖縄市の、あーあるね、あっちはおすすめだし、うんうん、うん、宮古民謡だったらなかなかないから、うん、ですね、沖縄の図書館に来て、うん、図書館の CD コーナーに来て、うん、結構あるんですよ宮古民謡はコーナー、うん、そのコーナーだけはある、お、売ってるのよりは、そうなんだ、それで借りてと、宮古と八重山民謡は、うん、そこから借りてちょっとすいませんってダビングしてもらおうかな、違法だけど、だ自分で聞くには違法じゃないから、うん、そうだよ、売るんじゃないからね、ダビングして、うん、使うには違法じゃないので、うん、それはちょっとおすすめします、うん、はい、すごいね、自分もそれで宮古民謡はないのを、うん、絶版になってるのも、うん、その図書館にあったの、ゲノワン図書館に、うん、はいはい、すごい、やったと思って借りてきて全部落としました、わお、これだけは宮古民謡でも欲しいのがあったけど、
そこら辺ショップもあっても全部なかったわけ。うわ、ただそれがたまたまあった。都だってあれなかなかね、行かないし見ないよね。都と八重山は少ないけど、特に都がないんです。見たいですね、やっぱり。いいね、離島のもいいかもね、うん、はい、うん、はい、来てますよ、フリムメンバーの皆さん、こんばんムーン。はい、こんばんムーン。先週末、うん、47歳になった常夏ウコンです。はい、ありがとうございます。はい、今日のテーマ CD ですが、私が初めて CD を買ったのは割と遅くて18歳の時、約30年前ですね。はいはいはい、それまではテレビやラジオにラジカセ近づけて録音したり、はい、あってたね、やったね、録音したり、レンタルショップで借りた CD やレコードをダビングしてましたね。初めて買った CD はカンの愛は勝つが収録されているアルバムの野球センスが夢だったです。あれから29年、うん、私の愛を受け止めてくれる人はまだ現れません。一体いつになったら私の愛が勝利する日はやってくるのでしょうか。うん、どうした、常夏ウコン負けてるぞ、負けてるな、愛は勝つだぞ。常夏ウコンが弱気になってる。、ね、せっかく誕生日迎えたのに。そう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 、大丈夫、常夏ウコン、ナルトレいるよ。ちょっと待ってください。え、なんかそれ言ったら僕年上のように見えるじゃないですか。いやほら、はいはいはい、違う、まだ愛に勝ってない。あ、なるほど。ここに一人いますね。はい、はい、ということで、じゃあ一旦 CM 行った後にですね、うん、お話の途中なんですが、うん、はい、あのゲストさんのコーナー行きましょう。はい、一旦 CM 行きます。ということで、ちょっと先にツイキャスをコメント少しいいですか。はい、来てますか。はい、常夏ウコンさん、先ほどのメールを受けて、ああ、はい、負け癖がついてますか。ああ、ちょっと、ダメよ。ダメよ、そんな癖つけちゃ。そんな癖もう取っ払っちゃって。はい、いつか勝つ時が来ると思います、うん、って言われて僕も勝ててません。はい、何この傷の舐め合い。それからサウロー兄さんさん、はい、みんなナウシカ見てるはずよと。そうね、大丈夫です。20名はこっち来てくれてます。で、そろそろ、はい、終わるんで、期間半番組なんで、そろそろ終わるはずなんで、はい、そうね、はい、終わったらこちらの方をね、あのツイキャストが開けていただければと思います。はい、さあ、それでは、ゲストコーナー行きたいと思います。よっ、はい。はい、今日のゲストは星子さんです。よろしくお願いします。こんばんは、皆さん、はじめまして。そうですね、あのやっぱり、まあ、時間帯がね、いつもあの、うん、FM銀の湾のモーニングウェイト、ね、はい、木曜日、朝の人だね。はい、朝の人です。明日の朝には、また見れるわけですけど、はい、はい、うん、そうなんです、はい、ね、朝と違って夜も、夜しか聞けないっていう方もいらっしゃると思うので。あ、そうですね、はい、はい、ちゃんとここで顔を売って、はい、はい、また朝ね、はい、また見てもらえるようにしたいと思うんですけれども、はい、うん、普段は何されてるんですか。普段は普通の会社員です、私は。
あ、会社員もしつつ、モデルもしつつみたいな感じです。なんかいろんなことしてます。そうですね、あの僕もね、今回あの、ゲストに来られるということをお聞きして、はい、いろいろ検索したんですけど、検索したしましたね、残念ながら、はい、残念ながら、ありがとうございます。いはい、お美しい写真ばっかりが、いやもうあれは消えないですね。なんかネット上に写真が撮るとなかなか怖いものがありますけど、そうですね、まあ、仕事柄もそれはね、はい、ずっと流れますからね本当にいくつになっても出てくる、ね、出てきます ね、 そうですね、あの頃の写真が、あの頃の写真が、ね、ポンって出されるんだよ、ね、そうです、そうです、3つぐらい写真が来てどれがいいですかとかって言われてそれ全部もうなんか7年前ぐらいのことなんでダメですみたいな感じになって、あ、なるほど、年数経つとちょっと、ね、はい、ゲストブッキングされたのが今ね、なんかミキサーでなんか書いてる、はい、某エコなんとかさんなんですけど、そうですね、はい、なんかね、写真をあの、うん、番組の告知用に写真をなんか3枚ぐらい用意されてて、エロトラが喜びそうなやつだから名前が変わった、何ですかエロザイルもうダメだった、エロザイルは他局にいるんで、そうだよ、はい、番組いるのよ、分かって言ってますからちゃんとはい、ということで、はい、まあね、そういう風に残ってしまうわけですよ。そうですね、はい、なんですけどありがたいです、あの、うん、検索していただいてありがとうございます、はい、で、なんで今回、はい、あの、まあ、この春からでしたっけ、モーニングエール。そうです、私5月から、はい、あの山内さんにお声掛けいただいて、はい、初めてラジオやらせていただいたんですよ、はい、で昔からずっとラジオすごいしたくて、うん、うん、面白そうだなと思ったんですけど、うん、なかなかチャンスがなくって、うん、お声掛けいただいてやってたんですけど、うん、その時にあの、はい、水曜日もやってるからどうですかってお声掛けいただいたので、エゴザイルさんにお、はい、ナッパされました。そうなんだまずあのここのね、あの局長の山内さんから、うん、はいはい、そうです、そうです。え、なんかどう誘いを受けた、うん、最初は事務所のマネージャーからお声掛けいただいて、あ、そうですね、あの一回お会いしてみて、はい、お話ししてみてくださいって言われて山内さんとお話ししたんですけど、はい、その時にあの好きなものの話になって、私はもう動物と虫が好きですって話をしたら、うん、すごい面白がってくれてやろうやろうよみたいな感じになって、うん、そうですね、はい、あの結構こうラジオのパーソナリティやる場合、まあなんかこう分かりやすいキャラクター、うん、これが大事だと思うんですけど、うん、はい、虫ってそうです、ね、なかなか苦手なものが虫ってい う、 こう特に女性の方って多いと思うんですけど、なんか朝の8時から始まるので、はい、虫の話するのもどうかなと思ったんですけど、もう、うん、虫が好きすぎて、うん、虫を分かってほしいし、もっと理解してほしいし、もっと好きになってほしいんですよ、うん、虫の話するので、私、うん、星子さんじゃなくて皆さんから虫子さんって呼ばれてるんですけど、そうですね、さっきあのシュープリームさんから、そうですね、皆さん、はい、なのでなんですけど、すごい虫は好きですっていうキャラでもやっていこうかなと思ってるので、うん、まあ、県内1円で聴ける番組じゃなくてね、FM 技能はコミュニティですから、はい、まあ、聞いてる人もね、たかが知れてますんで、はいはい、もうどんどん朝から虫の話をしていいかなとは僕は。明日からもやりようと思いますのでよろしくお願いします。ちなみに虫はもう虫全般。虫全般好きなんですよ。で、いつかはこの昆虫食に進みたくて。昆虫食食ってあの、食べる、食べてみる。おー、食べてみる。やってみたいなと思ってて、こう段階を踏んでいきたいんですよ。うん、今は何を食べてるの？まだアリですね。アリからですね。いやいやいや、このアリからっていうのがなんか、まあ、全然、ね、虫を食べたことがない、ね、僕からしたら、うん、まあ、アリはまだ、ね、間違えて食べちゃうことあるじゃないですか、うん、缶詰になってるのあるじゃないですかアリはですか、アリじゃなくてあのイナゴ、なんだったっけ、あ、なんかありますよね、あります、あります、あります、ね、うん、あれも当然、そうですね、あれはクリアして、はい、あ、もうただもう捕まえてきたものを、うん、あ、なるほど、調理してるやつがあって、なんかすごい今後、ね、アリをなんかとかカマキリとかどこにとかすごいなと思って、あの虫食は今後広がりをどんどん見せるんじゃないかなって思ってるんですよ、うん、まあまあ、もうエスカルゴももっとはといえばね、そうです、そうです、本当にそうです。だからね、虫はすごいですよ、ポテンシャルがですねすごいあります。 あと寄生虫も、はい、タンパク質が豊富。私こんなに世の中にご飯が溢れてる中で、健康のなんかこう、うん、
健康食に走ったりロハスに走ったり結構なんだかんだ今流行ってるじゃないですか、うん、結局虫食べりゃいいんじゃないかなっていう結論に陥ったんですよ。そうそう、もう食に行ってる虫を好き食べるっていうね。だって虫って、うん、あ、もう私これ話すの長くなっちゃうのすいません大丈夫ですいや本当に今あの、うん、ツイキャスでもコメントいただいてるんですけど、はい、来てますね。友達通行さんも、はい、アリはまだなのとかあと、うん、北海道の純ちゃんさん、はい、虫好きってイケペと合うんじゃないと。あ、そうなんですか。なるほど。多分イケペも無理だと思う、ね、さっきあの眉間にセミが当たったって言ってましたけど、あれ口に入ってたらもう噛んでしまうしかないですからね。あれあれ、じゃあ星子さんサウロ兄さんいいんじゃないですか。さっきあのセミが顔面にぶつかってきた。でそうですよ、あれからスカリの男です。好きやすさって、この子好きやすさ、うん、あ、来てる来てる、来てますよ、この子好きやすさって、かっこ笑ってなんだ、ね、ちょっと笑ってバカにしますね。じゃあ口開けてからなんか入れてあげようか。口開けてるとね、結構でもね、 G が入ってくるのはね、まだなかなか、ゴキブリはダメ、 G はちょっとまだね、 あれはまだ飛んできたら俺ごめん、手で叩くからそこ、うん、まだ愛せないですね、まだまだですね、私の愛はそこに対しては。なんかちょっとホッとした時間、あ、よかったですアリを食べたところでちょっとホッとしました今はい、こうやって短い話してるだけでもこの虫好きっていうのがよくわかるんでね、うん、あの、はい、バーモントさんから、はい、星子さんの昆虫すごいぜってコーナーがあるんですかいや、次期FMGDOMのことなんで番組持てるかもしれませんよ、また別に。でも私は本当は動物が好きなんですよ、本当は。虫はまだ初心者なんですよ、だからいろんな情報を皆さんから聞きたくってモーニングエイトも始めたようなもんなんです。ああ、そんな動物とか虫とかの情報、動物もめっちゃもう愛おしいですね、動物も。そういうレスポンスは僕あんまりモーニングエイトね、よく毎週聞くんですけど見たことないな。別にね、みんなね、虫に関してとかはね、あまり聞かなくなって、うん、次何食べるんですかとかっていう来ると思うよ。次は何を食すんだみたいな、そういうのがしか来ないんで、次はもうライブでなんか食べてるのを見せようかなと思って、味をそのままライブで伝えるっていう。朝からじゃあ朝からあれだな、自分で番組持った方がいいな。そう、イヤマチンに交渉して、うん、多分コーナーね、よくあの自分のコーナーってあると思うんですけど、うん、そのコーナーの10分20分だけで絶対短いですね、これはね。短いから番組、1時間番組ちょっとスポンサーつけてもらって、ずっとね虫の話が私だったで、うん、やるなら多分夜がいいと思う。あ、本当ですか、うん、やっぱり、まあ、そうですよね、うん、ちょっとやっぱり爽やかな朝の番組の中でいや、ね、僕もあの虫ってうん、何回か食べたことあるんですけど。何食べられたんですか。あれイナゴだったかな。あ、イナゴはちょっとあれですよ、だってあの味ついてますもん、もうなんか調味料の。そう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 、ちょっとそれはもうね、それはもうちょっと論外、イナゴじゃない、下道だってあ、なるほど、虫をそのまま味付けなくてそのまま食べるっていう。そう、塩塩素焼きにして、素焼きにして塩。塩が一番昆虫の味がするかなっていうなんか願い。いつかなんか蜘蛛の足で種類が分かりたい。足で、足で、足見ただけでね。毛のなんか長さとかやっぱりなんかちょっとずつ違うんじゃないかなとかって思って。違う、うん、なので、はい、それでできるようになるともう本格的かなって思ってるんですよね。確かにね、普通のクモは分かんない、タランチュラまで行ったら分かるけど、うん、しかもタランチュラの真ん中だとなんか結構なるじゃないですか、うんうん、足の方がね、利き足みたいな種類分かるぜ。あれえ、クモ利き足あるの？でも初めて聞いた。ないと思う。利き足ってあるの？あれあるんですか？右利きとかあるのかな？なんかこっちの方が筋肉ついてるから、うん、こいつ右利きかなみたいな足、うん、すげえこう右が強いけどそう上がるとこ、そうそう、あ、こいつ両方使えるかな、うん、みたいな、うん、一番ガサミみたいだったら分かるけどな塩マネキとかね。そうですね、分かりやすいですね。足は確かにね、足で分かろうとは思わないし、 そんなに凝視したくもないです ね、 ね、確かに、まあ、大多数の人はそうかもしれない。そうですね、うん、ってなるね。でもあの、うん、標本とかすごい綺麗なんですよ、虫の蝶とかの。ああ、そういう博物館とか行くとね、すごい綺麗にね、うん、石垣に世界の昆虫展っていう博物館があって、ああ、なんかあります、あります、うん、じゃあもうそれだけを見るために石垣に行ってきたんですよ、うん、わお、すっごい良かった、もうすっごい良かった、おすすめです。わお、1時間半いました、うん、結構な時間かけて、結構はいかけて、すごいしっかり見てる、一つ一つ見て、で標本の作り方まで覚えて、
すっごい良かったですね、皆さんおすすめです、おすすめスポットです沖縄の。なんかねここまであの虫への愛を語られてしまうと、うん、僕も思わず敬語になってしまいました、うん、ナルトロが引いた、やばい。ナルトロが若干引き出す。そう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 、すいませんね。さあ、そんな感じです。私はよろしくお願いします。はい、うん、はい、星子さんにコメントもたくさん来てるんですけど、うん、はい、じゃあ一個だけ質問ね、はい、北海道の純ちゃんから、うん、雲に筋肉ある？はてなマークであるって聞いてます。確かに筋肉ではない、多分あると思うはずだけど、昆虫類とか虫類は表皮が硬いけど中は筋肉だから、うんうん、あ、筋肉なんですかあれは。一応多分そういう筋繊維みたいな、ね、ね、なるほどなるほど、やっぱりじゃあ利き足がきっとありますね、うん、あ、ココナッツコーンさん多分分からないと思う、はい、利き足8本あるからね。確かにそうだよ、はい、じゃあ右の何本目が利き足はずなるはずな、多分。本当だね、他の足は何になるんだみたいな。そうですね。さあ、そして、はい、あの FM ギノワン の、うん、あのスタッフの、はい、カズマサキアンさんから。あ、いいよこれ。いいですか？却下でいいんじゃない？却下でいいですか？来てるの？却下に興味ありますって。ああ、嬉しい。じゃあ、番組終わったらあそこ座ってるって、あとで虫開けてください。口開けてからあのなんかぶっこんでください。はい、G でも。G はちょっとな。はい、ということでじゃあちょっとまともな話に行きましょうか。はいはい、その前にあの今日テーマが CD だったじゃないですか、うん、ちょっとだけうんちく、はい、あの CD 実はねソニー日立日本コロンビア、うん、電音ですね、うん、があの1982年の10月に出したんですよ、日本で。企画を発表したのがっていうことですよね。そうそう、あの発売されたの、はい、でその時に、ビリー・ジョイルのニューヨーク52番街、多分クラシックですね、うんうん、があの世界量産され、初量産されて発売されたと言ってるんだけど、うん、欧米はアバの、あ、アバの、アバの何だったかな、アバっていうあのバンドがあったんですよ、はいはいはい、女性ボーカルで、はいはいはい、そうそうそう、はい、そっちの方が先だって言い張るんですね、はい、それが多分 1,2 週間ずれてるんですよ、どっちかどっちか分からなくて、正確にははっきりしてないんだよ、うん、で多分調べれば出ると思うんですけど、なんか最初に出した CD デッキはソニーだったんですよね。そうで、それからそうなんです、ね、まあ、何日かずれでバンバンバンと出してきて、うん、それがほとんど最初は全部クラシック、うん、でしらしいですね、はい、とあのアバでやってる欧州系の、うんうん、はい、それで、うん、あの出始めかそれなったんだけど、うん、でどんどんやられて5年後には、うん、あの1987年にはレコードのシェア率を追い抜いたらしい、たった5年で、うん、あ、すごいね、そこは早かったんですよね、早かった、追い抜く、あの追い抜くのがね、うん、カセットテープでもそうでもなかったのね、うんうん、シェアリスってもね、本当だね、まあ、カセットとはね、うん、まあ、ダビングできるから、そうですね、まあ、ちょっと用途が違いますけど、そう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 、だからレコードと、まあ、CD どっちかやるんだったらやっぱり CD たった5年でこんなに追い抜くっていうのはありえないぐらい進化がということで、はい、すごいね、以上です。やっぱ CD すげえな、すごいね。今日のテーマしよかったな、 なんか、うん、でちなみに、うん、その発売当時のやつの楽器、はい、曲とちょっと自分があの最初に買った CD 系のやつを、はいはい、今日は BGM に流しています。そうですよ、最近長渕流れてましたよね、はい、これはあの最初に買った LP です、ごめんなさい、レコードだそうです。だけどあの、LP っていう言葉ももう知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんから、ただ、はい、あの CD 化されたらすぐあっという間にこれもトモも CD 化されたんだよね、うん、あの日本のやつも全部 CD 化されたら次々に1、2年、まあ、2、3年以内にはどんどん CD 化されたレコードだったのが、はい、そう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 、やったので、まあ、最初に買った LP と、うん、あとはあの最初に買った CD をちょっと連続でね、うんうん、やって、あとはもうちゃんとその年出た年のやつを1982年から3年にかけてのやつを全部調べてからピックアップしてからここに BGM、 すごいね、豆だな。調べたのは俺だけど、うん、ちょっと裏方さんね、はい、あのチェリーボーイさんね、あの先ほどのキーヤン君が、ね、あの全部楽曲はこれにインストールしてくれてます。キャンちゃんがやってくれたんじゃん、はい、うん、だけど
楽曲調べたの全部自分よ。ああ、そうか。したら検索できるから。はい。すごい。という、講釈のコーナーでございました。はい、ありがとうございました。さあ、次のコーナー行く前にちょっとだけ、初見さん、はい、ツイキャスの方で告知があります、はい。初見です。千葉の誠です。よろしくお願いいたします。はい、沖縄のラジオ局、FM ギュアンのフリムンラジオをこの時間放送しております。CD で思い合ったのは、スピードかなということで、お願いに合わせていただいてますね。ありがとうございます。はい。はい、では、コーナー行きたいと思います。星子さんにね。はい。はい、あの名古屋からの中継コーナーですので、名古屋と叫んでいただければと思います。はい。はい、いきますよ。お願いします。名古屋。CD あります。はい。こんばんは。こんばんは。さぞでございます。ああ、ありがとうございます。あの。星子さん、はじめまして。はじめまして、こんばんは。こんばんは。というよりですね、モーニングエイトで1回だけ出したかもしれないです。ありがとうございます。すいません、虫の話ばっかりでも、朝から。夜は虫の話しかしてないですけど。水虫ではなくてです。水虫ではないですね。水虫はちょっと食べれないですね。ダメですね、あれは。食べる虫ですか。ああ、もうね、長野県にいっぱいありますね。あ、そうなんですか。虫食文化があるんですか。ありますよ。イナゴも食べますし。出ました出ました。出ました。蜂の子も食べますし。蜂の子はすごくタンパク質高くて、ね、あのすごく栄養源がありますし。いいですね。結構高価ですからね。そうですよね。確かに高いって聞いたことあります。いや、いいですね。そうなんです。虫食。そうなんです。そうなんです。ということでですね、CD ですけども、うん、私、はい、初めて買った CD は、はい、デュラン・デュランです。おーっと渋い洋楽ですな。デュラン・デュランです。なんか言い方がおかしいな。はい、で、ブランブランじゃないですよ。出たよ。ちょっと押したくなって、押そうと思った、名古屋の方から。じゃなかった。あの、なんか変なこと言ったらどんどん押してください、ね。うん、星子さんお願いしますよ。で、CD プレイヤーは、いつソニーです。ああ、そうですね。うん、これでした。で、これを買って、その時ですね、アンプとかこういった高価なものなかったので、うん、ラジカセの外部入力につないで聞いておりました。うん、なるほど。あ、ダンサーズさん、ラジオの外部入力？ラジカセの。ラジカセの？はいはい。外部入力ですね。自分はあれだった。ステレオがあったから、ステレオの外部入力に全部つなぎ直していく。プレイヤーだけあって。コンポですか？うん。昔のLP 付きのでっかいステレオあったじゃないですか。ああ。うん、あれもらった。そうそう。シャープとか。シャープかどっかの大きいやつね。ああ、縦型のレコードプレイヤー。うん。あれ、おじさんからもらったから、中古で。あれに全部つないだ。あれめっちゃ高いやつじゃないですか。そうそうそう、当時高かったやつ。すごい、レコードが立てて縦に置いて回るって何これと思いましたもん。ね、びっくりする。こんな重力と反するようなことようやれるわと思いましたけど。本当っすよね。まあそんなことでですね、この方もですね、実を言うと CD 早く買ったっていうふうに聞いたことありますね。はい、はいはいはい。あ、スタジオの皆さん、こんばんは。みそにこみすきーです。こんばんは。こんばんは。CD って言えば、最近よくダウンロードとかで、あんまりみんな CD 買わないっていう話聞くんですけど。そうですね。買わなくなりましたね、本当に。そう、でも私、結構ライブ行くんですけど、結構メジャーデビューされてない方が多くて、ダウンロードできないのが多いんですよ。で、結構やっぱりライブ、そういうね、ライブ会場で CD を買って、で、大体ね、サインしてもらったりするし、まあ、みそにこみすきさんへみたいなのが書いてもらったりするんで、結構今でも CD よく買いますし、割と私の持ってる音源っていう CD、あんまりダウンロードじゃなくて CD の方が多いですよ。で、最近買った CD は、シャカリさんの CD と、あとは、スクガラスさんですね。まあ、ジャンルは全然あれなんですけど、やっぱり、実際に演奏を聴いて、
そこでまた CD 買って、それを生演奏を思い出しながら CD 聴くっていうのが結構好きで、なんか、そういう CD の醍醐味があるかななんて思ってるんですけど。確かに。それはいいですよね。で、やっぱりね、ライブハウスで実際にそうやって直接買うと、やっぱりね、なんかこう、アーティストさんが喜ぶ感じっていうのがすごい好きで、そうですね。で、よくね、CD 買いますけどね。星子さん、はじめまして、味噌煮込み好きです。はじめまして、はい、コメントいつもいらっしゃる方ですかね。あ、違います、ごめんなさい、大丈夫です、はじめまして、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、虫に興味があるっていうことなので、はい、私もちょっと今幽霊部員なんですけれども、はい、自然観察指導員やってまして、でやっぱりそうやって自然歩きするとやっぱり虫っていうのをよくね、出会ったりするんで、はい、やっぱり興味もあるし、一時すごいホタルに興味があって、でね、まあ名古屋でも結構陸のホタルっていうのがいて、沖縄なんかもすごい陸のホタルが多いっていうのをよく聞いてて、なんかそういったことで虫好きなんですけれど、長いな、ちょっと待って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 、名古屋っぽなこの辺りで終わりです、終わりなのかな、花粉そろそろ出てくださいね、なるほどね、いつになったら喋れるのかなと思いましたよ。はい、もうレアキャラはレアキャラですけど、これで終わりにしましょう。このままこのままこのまま終わりなんじゃないの？え、嘘、いやよ。皆さんこんばんは、滑り王子でございますよ。もう自分で言い出してる。ね、誰も振ってくれないんだもん。星子さん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。王子でございますよ。星子さんは、はい、モデルもやってらっしゃるんですよね。はい、そうです、そうです。モデルもしております。スタイルも良くて。うん、ねえ、そうや。王子もね、はい、若かりし頃にね、やってましたよ、モデルを。ここで殴られてません、大丈夫ですか？すげえ、オールヌードでございますよ。すごい。本当にね、まだ本当若い時にね、金髪フェアですね。ね、金髪の頭でね、ダンサーズがね、カメラマンとしてね、撮ったものがあるんですけどね。すごーい。これね、とっても良くてね、はい、下の方のギャランドゥとかこれはちゃんとね、加工してありますので、うん、そういったものをね、ちゃんと所持しておりますのでね、うん、皆さん欲しい人いるかな、ツイキャス読んでいいですか？お黙り。ブルーミーさん、うん、ちょっと寒気が来たなって、うん、今こっちの、もうだいぶ寒いんですよ、10度ぐらい下がってるんですよ、本当。やっぱり冷房じゃなくて暖房をつけないとなって、まさか早速毛布用意しとこうって、うん、皆さん回路用意してねー。そこ、あ、そんなに寒いかな。寒い。でもね、だいぶ暑くなりましたよ。今日も冷えるわねー。ホットパンツ履きなさい。こんなこと言ってる間にね、どんどん私の時間がなくなるんですけど。いや、もうないっすよ。まだ喋っててもいい。こんな感じのね、王子でございますけどね、星子さん、どんなイメージがございますか？はい、今もう、金髪でヌード取られたってイメージしかないんですけど。もう横で見てて、一生捨てる顔で言うのもね、なんですけどね、結構ね、セクシーなんだよね。まあ、機会があったらね、これをステッカーにしてね、皆さんにね、2万円で売りたいと思いますんで。高いね、買ってください。はい、退場ヤローハヨホーさん、ツイキャスありがとうございます、はい、雑音誰の雑音週末トーミーさんもね、はい、いや横浜から、うん、梅雨寒って梅雨寒、ね、初めて聞いた、ね、雑音ときたらね、もうね、今日のテーマがね、CD でしょ、うん、王子もね、ね、CD を出してもいいようにね、準備しておりますのでね、どなたかどっか会社ね、ご紹介してくれないかな。もう、うん、ざ、りいつでも歌うよ歌うよ何も言うね今なんか言った今聞き覚えのないような、うん、もう終わりです。あ、もう終わりです。終わりです。普通に言われてます。早く切って切ります。わかりました。はい、本当に終わるよ終わりよ。また来週も聞いてね。行ってくる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 。
あ、もう切りました。面白い、面白かった、すごい。誰が喋ってるか全然分からなかったけど、はい、うん、いや、分からなくていいと思います、うん、分からない方がいいと思います。喋ってた、うん、すっごい喋ってた。だってノイズまで入ったからね、うん、そうですね、なんか、はあ、疲れた。終わった後にこうやってため息がね出るのがね、久々の感覚なんですよね、どっと疲れが、今日飲むしかないな。、うん、いやでも本人は楽しかったはず、うん、ね、ですね、よかった、はい、ね、はい、さあそれでは、うん、メールいきましょう。はい、はい、はい、行っちゃっていいですか。はい、はい、フリムの皆様こんばんは、はい、四国徳島のバーモントです。ありがとうございます。今夜のテーマ CD、CD ウォークマン全盛期の頃、はい、レンタルショップで借りてきたお気に入りの CD シングルやアルバムをノートパソコンに録音してオリジナルの CDR にダビングしていました。はい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 、はい、じゃあ最近ですね、なるほどね、CDR にダビングすることを焼くって言ってましたけど、うん、あ、います、います、あ、うん、これって自分だけの言葉でしょうか。いや、違います、俺なんかも普通に焼くっていう、はい、今は好きなアイドルの握手会やトーク会に参加するために CD を購入することもありますが、本当に聴きたいアーティストのアルバムは特典がつくつかないに関係なく今もがっつり購入してますよ。というわけで四国の右下よりそっちではでは、そうだ、徳島だから右下だ、みんな勉強になったね。小松島市、あー、ダメダメ、僕は大体この住所を見たらわかります。僕も徳島、773だからダメ。はい、ちなみに僕の実家は772です。やめなさい、やめなさい、細かいな、もう大丈夫、誰も行かないから、誰も行かないから、誰も行っちゃうよ、もう。はい、じゃ次行きましょう。はい、来てる、来てます。あ、先ほどから来てました、これ、はい、フリムンラジオの MC の皆さんこんばんは。ラジオネームブルーミーです。はい、ありがとうございます。テーマ CD、 実は、はい、ジャニーズファンの僕。中学1年の頃、私立図書館にしょっちゅう通い詰めていた時期があって、たまたま見ていた CD コーナーで見つけたアニソンの CD に、あった TOKIO の楽曲を聴いて以来ずっと TOKIO のファンです。もちろん最初に買った CD も TOKIO で、これ何、何何、ブルーミー、教えて、僕も読めません、教えて、教えて、グリーダー、ブルーミー早くツイキャスで教えて、あ、グライダー、来た来た来た、ナイス、読めませんでした、ごめんなさい。TOKIO ね、買った CD が TOKIO のグライダーってアルバムでした。当時はポータブル CD プレイヤーでしょっちゅう聞いて歩いてたな。あ、思い出したらまた聞きたくなってきた、終わり。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ CD を引っ張り出してください。はい、ね、ジャニーズってこう結構こうデビューして何年かぐらいは結構アニソン歌うんですよね。あ、そうだよね、はい、なるほどね、だからそこから入るっていう人もスマップも歌ってたよね、はいはい、ですね、なんか赤ずきんちゃんみたいなやつ、ね、あ、赤ずきんちゃちゃですね、はい、あ、そう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 、そうなんですね、だって慎吾くんが声優やってたからね、やってましたね。じゃあ行きますね、はい、お願いします。割愛しますね、はい。フリモンの皆さんこんばんは、はい、あ、餅好きな人もこんばんはということで、ペナルティーの後でね。はい、あと割愛してから、はい、CD ね、はい、一時期レンタルショップでレンタルが終了になり、中古で格安で購入してた時期がありましたと、はい、で、たまにたまって100枚あると、はい、なかなか捨てられませんと、はい、私もカンナさんの CD を持ってますが、誰かが最終的にカンナクリヒロの CD100 円、うん、ブックオフで売らないかかなり心配ですと。そうです、はい、ではナロさん、はい、日曜日よろしくお願いしますって、はい、飲み会に、はい、業務連絡挟むな、はい、本当ですよ。はい、もしかしたらね、はい、明日ひふみさんの番組でもそう言うかもしれませんね、はい、ということで、はい、メールはこれで終了です。なんとかそうですね、はい、ちょっとツイキャスのバーモントさんが、はい、ももクロの、うん、後輩グループの CD 発売イベントに行って、はい、会場で CD 買ってメンバーとトークしたことがあります。こういうの嬉しいんだよね、嬉しいですよね、うん、CD 買ったらね、はい、それからメイミーさんが、うん、来てます。はい、もうコメントは省略させていただきます。はい、ここで結果を知りました、また負けたのかよっていうね、はい、あー、ナルトが、はい、かわいそう。はい、以上です、はい、はい、
というわけで、一応来週なんですけど、はい、テーマ、ナルタロ聞いてる？あ、来週ですね、実は、うん、知ってるよ。本当はイキペイさんがテーマね、うん、発表をするんですけど、うん、今日休みなんですけど、はい、いただいてます、テーマの方。はい、はい、何でしょうか、はい、テーマお願いします。それでは行きたいと思います、はいはい、どうぞ。来週のテーマ発表します、はい、こちらです、はい、ジブリ。はい、あのジブリだからよ、うん、ねえ、本当にもういないからこうやって言っちゃいますけども。そうです、はい、ヤロハイさん、ナウシカ見るための休んでますよ、イケペは。そうですよ、なので来週のぶっ込みは、イケペ罰ゲーム大会ということで、うん、どんどんください。多分ね、泣き晴らした顔で今酒飲んでると思います。はい、ナウシカで、ね、あのテーマソングでもね、歌いながらやって、ね、泣いてるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、ということで、はい、はい、終わりますが、なりました、星子さん、手短に一言どうぞ。うん、します、はい、初めてゲストとして参加 しましたが、すごい楽しかったです。ありがとうございました、皆さん。申し訳ない、ありがとうございました、ね、明日のモーニングエイトも、ね、ぜひ皆さん、はい、見てください、はい、ということで、お相手はナルトラでした。はい、ホワイティでした。エコザイルでした。そして星子です、よろしく、ありがとうございました。はい、それではフリムラジオ、また来週です。